愛知県の小牧市小牧スポーツ公園総合体育館から今日の第1試合、豊田合成トリフェルサ対堺ブレイザーズの一戦をお送りしてまいります。まずどういうところを注目していきたいですか？そうですね、はい、ちょっとイゴールの動きですね、まあ、昨日出てなかったんで、はい、どういった動きをするのかというのと、あと堺ブレイザーズ側はですね、まあ、今日佐川できたので、はい、佐川と そのコンビネーションですね、はい、とその高さっていうのをちょっと見てみたいですね。今もその佐川がジョルジェフと話し合ってますね。そうですね、はい、はい、さあ高松です。動いて佐川です。バックアタックジョルジェフ、セッターの前田を弾いていきました。ジョルジェフクロス、一打一打に気合を込めています。サーブミスで第1セット堺ブレイザーズが取りました。25対23。ジョルジェフ、高松が上げる、イゴール狙ってきました。さあ連続ポイント、ブレイクが続いています。ジョルジェフタイミングはうまく決めました。ジョルジェフ、ここが前田から速攻はコンです。ビッグイック、イゴール、これもブロック3枚でしたがかわしていく。高野ブロック、お返しです。さあチャンス、またイゴールだ。ブロックをかわしましたイゴール、これでセットポイントが来ました。サーブ堺が取りました。今度は第2セット、堺ブレザーズのサーブにして豊田合成が取りました。25対21。セットカウントはご覧のように1対1となっています。ここは千々木がその伝打を狙ってきました。椿山、前田から椿山ストレート、追いつきました豊田合成。さあ今度はブロックです。コン、ランボー椿山ストレート、帰ってくる。前田は山田、あーっと第3セット、豊田合成が取りました。セットカウントは2対1、豊田合成リードと変わっています。さあ今もう一度高野、ここもまた高野できた。山口、松岡、高松、高野が捕まった。伝田と椿山のブロック、9点差をつけてのマッチポイント。山田、拾ってつなげない、返せない。豊田合成第4セットを奪ってセットカウント3対1。
昨日に続いて2連勝を飾りました。まず選手一人一人が本当に高い意識を持って、常に、何が自分らに対してこう可能性があるのかっていうのを常にこう自分らで追求しながら、練習してますんで、そういう日々の積み重ねが、より良い結果に結びついたんじゃないかというふうに思います。